いけてる。さて始まりましたよ。皆さんこんばんは。さて今日はねちょっとパソコンの充電の関係とか携帯の充電の関係とか、あとはあれだよね、 Wi-Fi の関係とかが結局行ってバタバタするのが嫌だったので、こちらのホテルのお部屋からお届けしますよ。珍しいでしょ。はい、宮本さんこんばんは。お、しげさん昨日ありがとうございました。むっちゃんもこんばんは、ありがとうございます。今ねモデレートの映像、告知用の映像が完成したので、それをね SNS のねところにつけたりしてました。イエイ。ということで今日は新曲モデレートのリリース日でございますよ。あっちゃんさんもこんばんは。今日はこちらのハッピーゲンダのオティでお届けいたします。名古屋に来ているのにホテルから1回だけちょっとお買い物に行っただけで全然出ませんでしたが、今日は缶詰で作業をしてました。結構進んだかもね。最近ライブがとてもたくさんあったので、ね、このリリースに向けてのね作りたい動画とか、今日アップした動画は今日編集したかな、起きてからやってましたけれども、皆さんモデレートがリリースされましたよ。おめでとうございます。ということでね、みんなと一緒に今日も乾杯をしていきたいと思います。配信恒例ですが、わーお茶まくありがとうございます。嬉しい。もう聞いていただけましたか？あ、そっか、リンクここに貼ってるよね。携帯で書いた方が早いんだったね。本日リリース。あ、じゃあこれツイッターで書いてどうする？ツイキャスで書かないと。ツイキャスね。乾杯していきましょうかね。書いてる間に。はい、では皆さん、本日のモデレートのリリースをお祝いして名古屋から乾杯。トゥトゥ。こんばんは、坂木さん、昨日はありがとうございました。とモデレート、あ、もう変な広告が。ガッチャンもこんばんは、ありがとうございます。モデレート本日リリースです。たくさん聞いてね。 Go! あげたなんかさ、ライティングがさ、すごいオレンジのライトしかなくて、すごい顔赤く見えるしさ、あれだけど全然普通なのよ。これライトが、いや明るすぎるな。こんぐらいにしとくか。横から光ってるけど、はい。ということでね、モデレートの今日はリリース日ということで、YouTube でね、これちょっと明るすぎる、眩しいわ、これしとくか。 YouTube で新しい動画も公開いたしました。先日の7月15日のワンマンライブ、ミュージックバー空のライブからお届けしたモデレートね、初披露かな、うん、させていただいた時のライブでございまして、リリース版はアレンジバージョンになってるんですけれど、配信版はね、配信版は、アレンジバージョンになってるんですけれども、 YouTube は
アコースティックバージョン、ピアノの大久須雄三さん、ギターの松本京介さんと3人で演奏をしておりますよ。ほら今ね、これね TikTok にもちゃんと上げとこうと思ってね、映像をね、出来たてのやつをアップしております。これで終わるからね、私のアップ作業。なんかね、やっぱり新しい曲ができたらこうやってね、お祝い的にコンテンツをねやりたいなと思いまして。でも動画の演奏って時間がかかるんだわ、大変なんだわと思って、改めて思っておりました。あとはね、もうすぐ詳細を発表しようと思っているんですけれども、本日映像をねチェックが1個完了したものがありまして、そちらもまああれだけどね、もう1回ぐらいチェックして、あと色調整して音の調整が必要なんですけれども、それが終わりましたら公開されるね。ということで、はい、せっかくこれ部屋でかけたらどうなんだろう、隣の人とか怒られるかな、あんまり騒がしくして怒られるかしら、どうかしら。っていうか温度がさ、なんか下げてるけどあんま下がんないんだよね。ドライにしてみようか、もう寒いのも嫌だからな。ドライにしてみたよ。っていうか私のさ声って聞こえてます？ちゃんと大丈夫？私今日は OBS っていうソフトを通してないんですよ。だから本当にこの Mac の PC についてるマイクでやってるから、ちゃんと届いてるかドキドキしていますが、聞こえておりますか皆さん？聞こえている？あ、しっかり聞こえてる。こういうの初めてだからね、違うシチュエーションでの配信ね。ちょっとあれかな、ギター弾いて怒られるかな。せっかくだからね、怒られる、怒られるかしら、怒られるかしら、うん、よく聞こえてますね。あ、西安さんありがとう。今日リリース配信だから、遊びに来てくださって嬉しいです。おお、よいしょ、よいしょ、来られるかしら。ちっちゃい音だって大丈夫かしら。いや、なんかね、カラオケボックスから配信するのもさ、逆にさ、せっかくこうリリースをお祝いしたいのにやかましいとこでやるのもどうかなと思いましてね、いろいろ考えた末での、繋いだ右手が一
聞こえてるかしら。もしも今夜流れ星が見えたら、ずっとあなたのそばにいてもいいですか。あの日二人で見上げた遠い空は、いつの日にもきっと ございます。大丈夫。怒られてないよ。長い夜を
が過ぎる人生の中で一緒にいられる時がたとえほんのわずかでもつながることで今見える世界が彩りを変えるなら僕はそれを選びたい。一瞬だけでもこのままそばにいる僕の本当の意味でつながるのはきっと難しいだけど一瞬だけでもいいから分かり合えたならこの先見つけた出会いを大事に思えるだろう。粒がこぼれて消えてしまうくらい君と笑いたい。一瞬でも君のこと好きになれる時が来たら溢れるほどの愛情を君に送るよ。死ぬつもりがやっぱり分かり合えないなら君とあやっぱりと強がって孤独を隠そう。誰にでも好かれたいのが本当のところでも君が分かってくれるならきっとそれがいい。一瞬だけとは言わずに君を信じたい本当の意味でつながるのはきっと難しいだけど一瞬だけでもいいから分かり合えたなら必ず変わる未来がほらきっとここにある。信じる強さで変われる未来がきっとここにある。小さい小声バージョンでお届けしました。今日はモデレートがリリースされたということで見ていただきましたか皆さん。各種 SNS にもね、あの SNS もやったのよ。例えば Xはほらちゃんとここがねモデレートになってるでしょ。ヒューヒューとありがとう皆さん。画面がちょっと生きてるかしら。
YouTube はほらあれ、あ、ここ変えてなかったわ。あなたびっくりしちゃいました。今私の YouTube 変えてないところを見つけてしまいました。ここがまだ約束だったわ。あ、ちょっと待って、ここをねモデレートにねしたかったのよ。そうそう、みんなと一緒に見つけられましたね。簡単にできるんですよ、ここのチャンネルのね、なんかねカスタマイズ。どこだったかしら。え、なにこれ。うん、知らんかった、こんなんできるんだ。違うのよ、私のねあれを見たいだけなのよ。チャンネルのあれを変えたいのよ、約束じゃなくて。動画をチャンネルを動かすと思うでしょ。違うの、待って、あなたちょっと待って。あ、ここここホームタブね、これをモデレートにしたいわけ、せっかくアップしたんだから。これで OK、 はい、公開、これで大丈夫だと思うわ。っていうかさっき拭いたらより曇ったな。ちょっと待って、拭くやつがあるわ、ちゃんと。私のこのポーチのね、あるはず、これです。ほら、メガネ拭き、スッ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 。あ、すごく良くなったんじゃないやってよかった。え、ちょっとめっちゃ綺麗になったんじゃない。で、反映されてるでしょ、そろそろ。 YouTube もほら、チャンネル表示でしょ。あ、できたわ、ほら。はい、皆さんモデレート、モデレートなってるでしょ。で、Facebook でしょ、これもほらモデレートになってるし、ここの固定投稿のところもほらちゃんと、これはさっきやりました。あ、ちょっと消してる。ほらちゃんと文章と、ほら、モデレート確認できました、ありがとうよし、そう、これをね、例えば、ホームページを更新していなかったわこうやってみんなと確認しないと私できないのね、一人では完了できないってことじゃん、作業が。なんてことなんでしょうね。でもありがとう、みんながいてくれるからね、こうやってね、忘れているところを見つけることができます。もう今日はねずっとねこんな感じのことをやっていましたよ。なんかさ、前もってさ予約できたらいいのにね、こういうのね、全部バーンって変更するのさ、勝手に12時になったら変わってくれるみたいな。昨日私手動で12時に全部やりましたけど、勝手にやってくれればいいのにって思いますわっていつも思いますでもあれですね、そうそう、事務所に入ってた時はねあれだったわ、そのツイッターのね担当の人がね途中で急に登場して、これを投稿してくださいって、そのあれを予告的にやりたいやつはやってくれる担当の方がいて、その人に文章とか送ってたわ。でもなんかあんまりあれだわ、うまくいかない時もあったけどね。そう、ホームページダン、そう、これ画像はね作ってあるからねすぐにできるのよ。はい、これでいいです、できた。もうこれでホームページも更新できたから、ホームページのトップのところがね、これ見てもらいたいんだけど、
これ、ほら、私の画像じゃない。これしばらくしたらモデレート出てくるはずなの。ほら、出てきたよ。ドゥン。ということで更新完了でござる。これあれよね、後で更新しましたって。そう、ホームページ更新するやつもあと1個あったわ。いつまで経ってもやること終わらない病なのよね。いくらでもあるのよ、やること。大変だわね。これもね、ご視聴ご予約はこちらって書いてるけど、文章変えないといけないよね。配信はこちらに変えないといけないよね。やん、ちょっと全部できてるつもりだったわ。完全にホームページは、あの、次に更新する内容は11月の何日だっけ、文化の日か、文化の日、そうそう、音グラフェス、サーキットフェスの出演時間と会場をお伝えするという更新内容だったはず。え、やったよね、やった。ああ、まだアップしてないわ。そう、これちょっとまだ解禁日が来てなかったからアップできなかったね。当日ソープオペラクラシックスさんで何時だっけな、これを更新しないといけないな。と、本当にタイムテーブルね、タイムテーブル、タイムテーブル。とメールがいっぱい来てるからさ、どこかしら、あったこれだわ。と、そう、出演時間決定の知らせを。っていうか、ここ吹いたらむっちゃ綺麗になってびっくりしているわ。と、私はソープオペラクラシックスさんで15時25分から15時55分の出番でございますのよ。30分か、そうそう、30分ステージ。これなんかね、瀬戸里とかももう提出したと思う。私ワンマン前のフェスなんでバッチリとお届けしたいと思います。で、私の前にサミメオジマリアさんで、私の後に上島咲さんが出られて、その後インターバルということで休憩があるようですよ。お、リリースまこちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。そうなのね、ホームページも更新完了したし、これでやっと終わったわ。そのリリースの日の忙しさよ。でもね、あの YouTube で今日動画を、あ、やばいやばい、あ、延長できるのか、よかった。YouTube の映像をね、公開したんですが、あ、27回見ていただいてます。ありがとうございます。これをね、またね、ショート動画にしないといけないから、歌詞をね、入れてね、やるのよ。これはね、アコースティックバージョン、先月の約束の映像がアップされてるんですが、その日に公演されたアコースティックバージョンはね、この日しかやってないからね、オークスさんと松本さんと2人ではね、やってないからレアですよ。なのでぜひ YouTube も見ていただきたいなと思います。私がさっき歌ってた音よりでかかったね、今。非常に指が絡まりそうなアルペジオですね。そうですね、それをアレンジされてますものね。ということで、そう、モデルとリリースいたしましたが、皆さんはこの曲をどういう感じで聴いていただいておりますでしょうか。ちょっとね、せっかくなんでリリースの曲の内容の話でもいいし、作った時の話とかでもいいかな。せっかくなんでモデレートの話をしようと思いますが、この曲はね、
私ヨガをやってるじゃないですか。そうするとヨガの動きでこう最初にね、こうここに手を置いて、見えないわね、こういう姿勢にこうなるわけよ。でこうやって始まって、こうよろしくお願いしますみたいな感じになって、でこういう時に最後にこう瞑想するシーンがあるんですよね。まあこうやっておるか、まあでもとにかくヨガの動きに結構こう手を合わせる動作が出てくるの。ポーズの時でもこういう手のポーズがあったりとかあるんですよ。でそれってこう肌もそうだけど、冷たいものと温かいものがこう合わさると、ずっと合わせていくとさ、温度がこう一緒になっていって、ぬくもりを伝え合う状態になるんですよね。それってこう私たちの普段のコミュニケーションにも似てるなと思いまして、手と手を取り合って前に進んでいって、でこう辛いことあるときは話を聞いてあげたりとか、そういうのってこう互いの温度を確かめ合う所作に似ているなと思いまして、でそれがね着想して、結構この1行目の手合わせ伝わる温度のところから本当に曲を1行目から書き始めた感じでございますよ。で私たちのこう生きていく中で何を求めてやってるのかな、例えば私が音楽をする理由であったりとか、まあ人と約束して会いに行くとか、そういうことも、明日もねさよら神飯田に出演になっておりまして、それもね約束して皆さんと一緒にね会える機会なんですけれども、そうやってみんなに曲を聴いてもらって認めてもらうとか、そういうこともすごく嬉しいことだし大事なことだけど、でも根本的に言うと皆さんに会えるっていう心のぬくもりを求めて、それが原動力で動いてるんじゃないかなっていうふうに思います。全部のね一つ一つのことがね、まあ約束もそういうテーマだったんですけど、実はこうだったんだって思うことって最近すごく多くって、ああ私がこうやって音楽やってるのも皆さんからこうぬくもりを感じたいし、こう手を合わせる所作に似てますけど、こう温度をね感じ合えるっていうことが素敵だからやってるんだなというふうにね思いまして、この曲をリリースいたしました。でレコーディングはいつやったんだっけな、これレコーディングはねどうマスタリング7月の3日にやっているわ。うん、レコーディングはね6月19とか21とか夏前にやってるんですよね。でまあ楽曲レコーディングするときってこの曲とこの曲とこの曲って決まるときに、まあもちろんいろいろ候補の曲があったんですけれども、アレンジをしてもらう上でやっぱこう面白く仕上がるというか、なんか自分の中で新しいものを出せる作品に仕上がるかってすごく大事だと思うので、そういう部分も考えて選曲をしましたね。でカジカジって私のオフィシャルウェブファンクラブでも候補曲だった曲が公開されてるんですよ。でもねこれはね公開しないでおこうと思ってて、あの自分の中で有力候補だと思っていたので他はね何が焦ったんだっけな、なんて曲が、あでもあれよライブでやったかしら、ね、レコーディングこの私のニューソングスっていうフォルダがあって、ここに作ったやつレコーディング候補曲たちってあるわ、候補曲たちと、うん、候補曲たちは By For You っていう曲と、一
独りよがりという曲、これはね7月15日のワンマンの昼の部にやったと思うわ。でこれハグってどんな曲やったっけ自分で忘れてた、ちょっとわけないです。あ、これか。本気で頑張れるのはこの瞬間抱きしめたいから、ぬるい風も熱も持った頬に、うん、そう、こういう曲はね 1,2,3,4,5 曲ぐらいあったわ。でもその中から、モデレットやろうっていうことになってやりました。あとこのコードの中にフラッフィーも入ってたんですよね。11月にリリースする曲ですよ。なのでこの新曲候補の中から2曲で、約束ね、サカッキーさんが約束は好きすぎて一人でよくとよく口ずさんでしまっています、ありがとうございます。お気に入りから世の中に出していた、お蔵入りから世の中に出していただき嬉しく思います。嬉しいです。私もね、やっぱり約束はずっとこうライブでもやってる曲だし、まあこれはね、まあメッセージとしてやりたいし出したいなと思いましたからやりました。で実は次のレコーディングに向けてもちょっともう楽曲をね考える時期に入ってて、まあ約束の時のようなこういう、あ、これはやっぱり作品化しておきたいなっていうのがね、やっぱりあのライジングに入る時期にね何曲かあったので、そういう楽曲だったりとか、あとは新しい曲もうまた作ってる中から選出して4曲できるかな。いつもレコーディングだいたいね3曲なんですよね。で1日目に2曲撮って、2日目は1曲か。この時は約束とモデレートとフラッフィーはどうしたかしら。でもね、あのこのモデレートはちょっと新しい歌い方をね実は試してるんですよ。それが会いたい人に愛を伝えるよの伝えるよまで一息でこう押し切っちゃうみたいな歌い方、愛されたい分愛を伝えるよ君と In a moderate、誰かに認められることよりみたいなね、そういうなんか曲のメロディー的にも1行目がね結構伝えるよっていう口語になってることもあるし、ちょっとメッセージ性が強い言葉だったので、そういう発声の仕方を初めてやってます。レコーディングするときはね、それをちょっと意識してトライしておりました。私これコード分かるかしら。ちょっとコード違うと思うけどやってみようか。少しこのままで愛されたい分愛を伝えるよ君と Yeah, I'm not delayed、 誰かに認められることより本当に
欲しいのは触れるぬくもり、人は安らぎ求めてる、肌の温度も日の光も遠かった、君はいつからか必要で不可欠だ。お互いの感覚重なるとき、君と今モデレイト、誰かに評価されたものより、僕らが欲しいのは程よい幸せ。過ぎゆく時の中、僕らが涙して努力して求めるのは、笑顔だったり幸せだったり、そこには温度がある。そして寄り添う愛を求めて、手をつなぎ許し合い認め合えたら、迎える朝はきっと優しい光が包むだろう。愛されたい分愛を伝えるよ、君と アバウトでしたが、モデレートでございます。ふね、どうして名古屋に来て一人でずっとパソコンしてるのかしらとも思うんだけど、忙しいわねということなのよ。明日もライブがありますからね。ということで、モデレート実際にね音源でも聞いていただきたいので、ぜひサブスク、そしてライブ会場で CD もね販売しておりますので、ぜひぜひアコギで夜遅くに聞くと癒されます。ありがとうございます。バイ。なんかドライにしたら寒くなってきたわね。とっても微妙。茶湯でも飲むか。お茶湯がさ好きだから、この机の上がね、すごく私仕様にもうね、一日かけてなってるので、簡単にね、もうお茶湯もすぐに作れるわけよ。今日はね、実はさっき SNS にチラッとアップしたけど、カレーうどん食べてきたのよ、私。でも朝からずっと、朝というかもうね、いっぱい、昨日もちょっと夜更かしちゃって、一人でバカだから。で、夜更かしてたから、まあ昼過ぎに起きたわけだ。昼過ぎに起きたから、もう起きてすぐに YouTube の編集から始まって。あ、
タカさんこんばんは。そう、 YouTube の編集から始まって、 YouTube の編集が終わって、 YouTube の編集してザップして、で映像の編集の編集の編集の、うん、チェックの明日はよろしくお願いしますね。私もソヨラ神飯田でございますよ。3時台の出演になっておりますので、ぜひ遊びに来てください。今ね、あの新曲のモデレートもギターでちょっとやったり3曲ぐらい弾いたりしてました。なので明日のねライブでもぜひお聴きいただきたいのですが、さよう飲もうと思ってるけど、ちょっとさよう待ちの間に案外ね静かにしてたら大丈夫みたいだから、もう一曲やろう。近所なのね、素敵だわ。今日はささやきバージョンでこれ お伝えしてます。あ、でかいわ、ちょっとびっくりしたわ。人は約束と生きている、今思えばあれもそうだった。帰ったら手を洗うこと、時間には遅れないこと、夢を叶えると語ることを、きっかけをくれたあなたに約束の行方を話したい。顔を見て伝えられなくても、この空で繋がってる。心に決めた約束はやっとこの手で叶えるリストだよ。言葉を刻む毎日は教えてくれた私を守る約束でできてる。私は約束と生きている、そう思える今が幸せだ。また明日、またこの場所で笑顔になれる時間が日々を彩ると気づいたから、遠くにいるあなたにも約束の行方は見えるから、背伸びして伝えなくたって一番に分かってくれる。前に進むということは今までにない痛みを伴う、心に刻む毎日は変わってゆく私を守る約束とともにある。人は約束と生きている、きっかけはすべてそうだった。君と信じ合えること、手を差し伸べてくれること、夢を叶えようと語り合えることも、心に決めた約束はやっとこの手で叶えられそうだよ。言葉を刻む毎日
キン。お湯も沸きましたしね、ありがとうございます。これがね、先月リリースされました約束でした。で、9、10、11月、3ヶ月連続リリースになっておりますから、もちろん11月のね、新曲を皆さんに、びっくりしたびっくりした、ね、ギターがズリズリってなる、ありがとうございます、お聴きいただくんですよ。で、その先に何があるかと言いますと、私の11月10日のバースデーワンマンライブでございますよ皆さん。ちょっと近めで言ってみましたけど、はい、11月10日は、私のバースデーワンマンライブです。南堀江ネイブにて、12時からスタートになっております。12時スタート、バンドメンバーは私を含めて5人で今年一番豪華にお届けをさせていただきます。楽しみにしてますよ、ありがとうはるちゃん、ね、昼夜ありますから、お昼は、南堀江ネイブでやりますバンドワンマンライブ、そして夜は夜を灯してさん、心斎橋夜を灯してさんでやりますアコースティックワンマンライブでございます。この日はおそらく、あの、というかほぼほぼというかほぼほぼ決まっているんですが、ギターの松本京介さんにお越しいただいて、夜はギターアコースティックでお届けします。昼はバンドワンマンです。なので昼夜ね、アフターパーティーって名前になってるから、みんななんかもしかしたら、え、沢会って思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、沢会じゃございません、ワンマンライブでございますので、あの、しっかりと楽曲をお届けいたしますよ。うん、明日は吉野家さんで昼を食べてから空に行くんですね。いいよね、あの、美味しいよね。そうなのよ、一体何曲やるんだ。そうですよね、私もそう思っています。バースデーワンマンだからさ、なんか誕生日っぽいこともしたよね。なんかこの間 SOC さんのラジオ、あ、 SOC さんのラジオは明日ん14日か、あ、京介さんのギターも楽しみです、素晴らしい、楽しみにしていてくださいね。と、 SOC さんのラジオがね14日にあるのよ。私が南ホイールエディションのループ A に出てる時だ。今月すでにライブをね、1、2、3、4、5、6、6本している私なんですが、まだ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個あるわ。11本もあります、今月。大変ですよ。その分ね、ワンマンのね、チケットをお届けできるチャンスが多いということで、今月はもう一生懸命11月10日のワンマンに向けてやっていきます。お昼はバンドワンマン、もちろんモデレートも歌うだろうし、約束も歌うでしょう、そして11月発売の新曲も歌うであろう、そして夜のアコースティックでもその3曲はやるのかしらと思ったりしています。なんかね、この間その SOC のラジオでビンゴ大会やればいいじゃんみたいな話とかも出て、一回やったことあったっけな、ビンゴ大会やってないよね、イントロクイズはやったと思う、私イントロクイズでね、ワンマンの時にあのステージで使ってたセットリストとかをプレゼントしたりしたそうです。やっぱセットリストってあれだよね、ステージで使ったやつじゃないと意味ないか、
一回ね、あのプレイリストスプリングの時に、あの当日のセットリスト私結構ちゃんと作り込んでいくから、それをね、あのファンクラブの皆さん、ファンクラブ会員にその日になってくださった方にプレゼントしようと思って、なんか QR コードとかもさ、いっぱい机に置くようにしてさ、やったんだけど、あのファンクラブ会員の皆さんには、あのそのちょっと私の訴えが低かったのかもしれないんですけど特にあれだったの、響いてなかったのよ、そのキャンペーンがね。だからあとはあれだな、あれもいっぱいあるわ、あのパス、ライブハウスに出演した時にいただいてこう貼るやつね、あれももうちょっと私ともう活動歴が長いですので、パスなくてもみんな分かってくれるんですよ。だからパスはいつもあの手に持ってる状態が多いんですね。だからパスがいっぱいあるわ。パスをもう何枚あるか分かんないけど、プレゼントできるぐらいあると思うんだけど、と思ったりもしています。何かバースデー的なことが、あ、もうあと3分で終わってしまうわね。コンティニューコインがあればもうちょっとお話しするんですが、もうすぐ終わってしまいますが、まあトライアングルシッティング、今週は、今日は金曜日か、金曜日街は賑わってそうですね。ね、明日は土曜日ということで、ソイラカミエラでライブで、明後日よね、弁天ソニック、明後日よね、そう、明後日は弁天ソニックです。から大阪の港区で開催のイベントでございまして、フリーイベント、出演はトリオをいただいておりまして、はい、2時半から3時です。公園、八幡屋公園やったっけ、そこで開催になりますので、関西の方はぜひ足を運んでください。トリですので多分アンコールもできると思います。セットリストももう提出しておりますので、曲はアンコール用も用意してますので来てもらったらアンコールって言ってもらったらいい話があるかもしれません。ということでね、そろそろお別れの時間でございますので、皆さん明日の朝のおはようツイートは今日私が食べた晩ご飯を美しい形でアップしますので、ぜひ楽しみにしていてください。もう一曲歌おうと思っていましたが、ちょっと延長が難しいので触りだけ歌います。今日もありがとうございました。また遊びに来てくださいね。あ、そう、松本先生との共演のライブは実は夜を灯してで、10月の20日にもあります。ワンマンに向けてやりますよ。こんな時間に会いたいだなんて、バカだなって言っても答えてくれる。そんな時間が僕ら嬉しくて、ありがとうと愛してるを歌いたくなった。メールじゃ届かない音、あ、終わっちゃうね。じゃあね、バイバーイ。また来週は火曜日にお届けします。バイバイ。あれ？あ、続いてるじゃん。またねってなってるから、また明日にしようか。この続きはじゃあまた明日、ヘッドリストに愛してるを入れてお待ちしております。じゃあねー。ありがとうございました。バーイバーイ。